いだ。話が終わったら挨拶しとくか。それが我々の立場だ。直ちに魔竜を滅ぼすことができないのなら、モンドの防衛をファデューに渡した方が良い。モンドの流災は何とかなる。我々があのケダモノを。ケダモノ？おや、代理帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの私風主語、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前でそういうザレ言はやめていただきたい。ザレ言よかろう。今日の協議はここまでだ。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな。事実通りに記録させてもらう。まあ、お帰り。協力ありがとう。おかげでモンド風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし使節団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。使節団？外交の使節団か。リーウェ校から？スネージナヤ、七神の中で標人を祀る。その使者には名前があってだな。ああ、ファデュイか。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の。それが見え見えなんだ。どうかしたか？ああ、こんなところで大事な話をすべきでは。モンドは独立した城で、どの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイは。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか。ええ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。ああ、ではリサ、その研究は任せ。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった、結晶の中の不純物に近づくと。なるほど、これはこの汚れの力は私たちの体内にある。でもおかしいわ、あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受け。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性についてそうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸して。魔竜の暴走、変わった結晶、その答えは真実にたどり着けるように風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。
の時オイラたちが見たのは竜と結晶の他に。なあ、やっぱり覚えてたんだな。下にいるあの人と同じくらい。そうだろ。でもさ、同じ人じゃ。あの緑野郎、元素資格を使って手が。足跡が壁際で消えてるな。ここから。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつなびき、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、
天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。あの時トアリンを驚かした人たちだ。トアリン？ああ、思い出したぞ。なんで名前を。仲いいのか？さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。僕は銀遊詩人ウェン。もっと正確に言えばモンド城で一番愛される銀遊詩人を。僕に何かご用かな？オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトアリンが風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙？優しい子だったのに今はこんな風に悲しみ怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな？本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が銀遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずともその生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。ありがとう。それと涙の結晶の浄化も。ここからは僕が動く番だ。作戦ってなんだ？竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？おい、どこ行くんだよ！モンドの英雄の象徴だよ。またね。どう思う？あいつからしたら、お前も十分か。それに？あいつの声。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあのキノコ。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーウェにいる岩神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。ふん、そういえばみんなは風魔竜を。まあそんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。ここに戻ったのは久しぶりだからさ。それに僕の帰りに不満を抱く者もいるみたい。風が強すぎて目も開け。ああ、あの生き物。
そよ風の平原でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを追ってきたのか。ビリビリさせない。ちょっとビリビリさせない。ふう、風向きの影響を受けるのは。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教え、そうだったのかい。リサという人はそういうふ、そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは、人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食。心臓に流れ込んだ黒市が彼を苦しめ、何年もの間、だから今回、目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団。人類、彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけ。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに、僕の中にある毒が消えていくんだ。うん。それで、お前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に、誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよ。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？取りに行くんだ、ライア。
何かお困りですか？それで天空ってモンドの至宝風神バルバトスがかつて使っていた天空のライヤーがあれば、僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん、僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去、未来、そして今、僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと、頼もしいと思わない？それで、どうやって天空のライヤーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら一緒に来てくれ。まあ見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用か？実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければ。でもそれは騎士団に報告するべきよ。そんなことないよお姉さん。そう、例えば天空のライヤー、あれがあれ。お帰りください。え？あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。うっ、ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。うん、仕方ないね。これ以上隠したまま、僕の忠実なる信者よ。喜べ。今君の目の前に。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。シスターは振り向かずにそのまま。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライヤーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人くん？君もやってみないかい？風神のご加護があらんことを。ええ、知ってるわ。あの日あなたはアンバーと。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら？本当にあなたのことを疑ってるわけじゃないけど、
少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるの。天空のライアーにはその仕様に決まりがあるの。バドル同祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とさ、それで騎士団のサインは？とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。はあ、やはり君でもダメだった。分かってた。まあ騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣を蹴散るなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して、君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ？君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそう言った気が。だから？おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。ん？任務は終わりっこないわ。それよりもお姉さんとおしゃべりしましょう。Thank you.
は外に出るべきじゃないわ。ついてきて。ディルック様、こちらが今週の帳面です。今度の封鎖、やはり早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところない？2階なら人は少ないが、しかし君は吟遊詩人だろ。演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰に？モンドの警備員たちに。